ここまで質問ありますか？ここまで質問ね。ありませんか？じゃあ一度休みましょう。10分休みましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。食べていただけませんか？食べて、自分に、はい、自分に紹介したかったら、はい、食べさせて、食べさせていただけませんか？スティーブンさん、食べさせていただけませんか？皆さんはよく授業に遅れますから、それはちょっと困っていますね。時間からスタートできるようにすぐ来てほしいです。そして授業をしているときは、いつも明るくて質問もたくさんしてくれるので、とても授業をしていて楽しいです。これからもわからないことがあったら、すぐ質問をした方がいいと思います。みんなは日本の会社で働くことが目標ですから、もっとそうです、ね、日本語がよく分かるようになってほしいなと思っています。そして日本の会社で働いて、いろいろなところで活躍してほしいなと思っています。だからこれから、分からない文法や、ね、ビジネスの言葉などをたくさん勉強してほしいです。私はシュウモンです、はい。よろしくお願いします。ああ、日本語。日本語の面白いところは、初めて日本で来た時、全然ゼロ。日本語全然わかりません。でも、1年間の勉強するは多分今から多分スーパーでといろいろな場所は多分簡単の日本語は大丈夫です。そうと日本語の勉強の感想はビジネス日本語は、とても、大切なものです。日本語の勉強はと今のビジネス日本語の勉強は、月曜日は多分全部で文法と、基本的な日本語の勉強をする。それで、木曜日は、読み方との、ニュースと、いろいろなものの、話すの勉強。それで多分月曜日と木曜日の、Different. 物を勉強します。勉強します。それが、いいと思います。I'm not a rapist. Oh, please.
もう一回質問。もう一回質問。おい。私の意見は多分難しいですよ。ちょっと難しい。僕は漢字わからない。読み方は難しい。本当とっても難しい。終わり。いなおな。日本語わからない。ちょっと教えてください。はい、以上です。以上。難しいよ。Steven、のエプルジュース飲んでください。エプルジュース飲んでください。これは、カタカナは大丈夫です。エップルジュース 100%。 はい、カタカナは大丈夫だよ。でも、漢字はちょっと難しい。カタカナは全然大丈夫。はい、カタカナは大丈夫だよ。でも、漢字はちょっと難しい。カタカナは全然大丈夫。スティーブン、読んでください。アップル。ああ、これは？ジュース。ジュース。ジュース？はい。これはいいです。オッケー。あ、そうですね。あ、私の意見もいりますですね。はい、こちらお願いします。1年にお世話になりました。ありがとうございます。日本に来て、もうすぐ1年になりました。シェーマンさんによって、私たち日本に来た時、あまり日本語を言えなかったです。でも今では、簡単な日常会話は大丈夫だと思います。ビジネス日本語の授業は私たちに役に立ちました。このプロジェクトの目的は皆さんの意見をもらいたいのでこのビデオを作りました。はい、以上です。